こんにちは、上野ありさです。今日はですね、半年ぶりぐらいに、スキンケアのアップデートをしていきたいと思います。で、今日は、2022年1月ということで、夜のスキンケアルーティンを見せていきたいと思います。まあ今ね、完全に昼なんだけど自然光が必要だから夜のをちょっと昼に撮ってるんだけど、まあ夜だと思って見ていただけたらと思います。まず今は化粧水とリップ、これだけ塗ってました。リップはよく紹介してるトゥーフェイストのハングオーバーピローバームというリップを口に塗ってて、で今日は、使うものプラス今のスタメンを全部見せていけたらなと思っています。あれ1個足りない。あれ、はい、今こことここにちょっとニキビ跡みたいなのができちゃってるんだけど、化粧水はまずこちら、アルマーニのクレマネラアクアパンテレリアっていうアルマーニのピンクの化粧水、もうね結構終わりかけなんだけど、こちらとサンローランのピュアショットのローション、この化粧水ねと、ドランクエレファントの2021買ってよかったものでも選んだビーハイドラインテンシブハイドレーションセラム、この3つの化粧水を、基本的に使い分けています。で、まあ、大体私は 2,3 本を全部のプロダクト、こうその日のコンディションとか気分によって使い分けることが多いんだけど、この3つを使い始めてこれだけ2本目に突入した感じです。今日はじゃあピュアショットを使っていこうかなと思います。で、全部共通して言えるのは冬のスキンケアになるので、私すごい乾燥肌だから、アルマーニもこれもすごくトロトロっとしてるんだけど、これもしっとり系のジェルだし、これもトロトロだし、全部保湿がメインになる化粧水を使っています。まずこんな感じで、すごくトロトロです。これをまず顔全体に、で首にも。で、いつもはこう化粧水をしたら、化粧水が一番こう肌に浸透させたいので、この間に歯磨きをしたりとかちょっと他のことをして、化粧水がこう肌に入っていくのを待ちます。次が導入美容液。導入は持ってる時だけやるようにしてます。今はファミュのルミエールバイタル C っていう、このファミュのもう一番人気の有名なビタミン C かなの導入を美容液の前にやります。はい、そしたら美容液なんだけど、美容液はこの3つが今多いかな、夜は。はい、じゃじゃーん、こちらディオールのカプチュールトータルセルエナジースーパーセラム、これも結構ちょっと乳液っぽい感じのしっとりテクスチャーで、すごく冬はねいいので、あと張りが出る感じなので、これも結構使ってて、あとドランクエレファントの TLC フランブースグリコリックナイトセラム、これも有名なナイトセラムで、ドランクのはすごく好きなので、これも結構しっとりもちもちする感じなので、これも使うことが多いです。で、あとはもうこれ何本目か本当にわからないぐらいずっと使っているピュアショットのナイトセラム、サンローランのね、これは本当にオイルなんだけどすごく好きで、リフィルタイプになってるのでこういう感じで取り外せて、なんでこっちだけを買ってこう入れてっていう感じで、環境にもねいいしお買い得だし、これはもう何本目かわかんないぐらい使っているナイトセラムで、でも今日はちょっとこっちの事情なんだけど昼なので、ちょっとカプチュールトータル使っていこうかなと思います。朝と昼では結構スキンケアを私分けるタイプなので、美容器が一番分けるかな。昼用夜用とかすっごくひっつく感じで保湿されてもちもちしています。肌質がすごく分かっちゃうんだけど。そうしたらアイクリームに入ります。アイクリームは今はこのディオールのカプチュールトータルセルエナジーアイクリーム、これすっごい、私アイクリームすっごいいろんなの試してて、まだストックがあって開けたら使わなきゃいけないから、しかもアイクリームって6ヶ月ぐらいで確か使わなきゃいけないとかで、こんな感じです。だからなるべく開けたら1個のものを使うようにしてるんだけど、あとすごくなくならないのでアイクリームは、今はこれ。朝は違うやつ使ってて、でローラメルシェのアイクリームも結構好きで使うことも多いんだけど、こっちの方が使用感が結構好きかも。でもローラメルシェもね結構こっくり系で、 これはねこういう感じ、結構伸びもいい、保湿抜群なのに伸びもいいので、ローラメルシェはもっとこっくりしている感じかな。
でもねちょっと1個見せたいのもあるので、クリームはこちらベベリッチクリーム、あの板野ともみちゃんがやってるクリームで、これね最初届いた時にえ何これって思ったの。ワックスみたいな見た目というかヘアワックスみたいな、すっごく硬くて、けどこう手でこうやってなじませて温めるとすごく伸びて、これめっちゃいいんだよね。特にでも朝とかの方がいいかも、けど夜使うことも結構多くてすっごいいいの。これはちょっとリピりたいと思ってるもので、これとあとはこれもね2021買ってよかったもので紹介したタッチャのシルククリーム、ここにスパチュラがついてて今日はこれを使っていきたいなと思います。ちょっとジェルっぽいテクスチャーなんだけど、これ本当にいいんだよね。すっごく保湿されて、こんくらいとってなんか水分量が上がる感覚、お肌につけた瞬間にみたいな感じで、すごく好き。はい、で最後はこのハリッチのエルショットっていうクリームなんだけど、これインスタで紹介しようと思ってまだしてなくて、このビデオが上がる頃にはしてるかもしれないんだけど、これ塗ると針が入ってるみたいな感じでチクチクチクってするので、ほうれい線用のクリームなんだけど、私首に使ってて、で首のシワがさやっぱすっごい気になるし、保湿だけじゃやっぱかなわない、首のシワに関しては。これを塗るとこれでもねちょっと薄くなった気がしてて、一番首で効果を感じたのがこのクリームだったので、これ結構夜は使うようにしてます。概要欄にリンク貼っておきます。これは下から上にこう伸ばしていくんだけど、全然痛みはないんだけど、チクチクってあれなんかちょっと針みたいな感覚があって、でほうれい線にも、まあ、下から上に下から上にやったと、この手についたやつをこのこめかみに私はやって、下から上に下から上にってやってます。で顔全体にももちろん使えるんだけど、もうタッチャのクリームを塗ったので、そうこれが結構ねびっくりしてめっちゃいいって思って、最近はちゃんと続けて使うようにしています。そんな感じで私の夜のスキンケアが完成しました。どうでしょう、結構色ムラがねお肌になるから、これなかったらいいのにとなんかできちゃったんだよね。まあ、ここら辺は結構いつもあるのであれなんだけど、はい、そんな感じで今日は2022年の私のスキンケアのアップデートを、お見せしました。スキンケアはね少なくともまあ半年に1回はこうアップデートして見せていきたいなと思ってて、まあ次は 2,3 ヶ月後とかに朝のスキンケアとかも見せたいなって思ってて、あとまあ Get Unready With Me みたいな感じでメイク落としたり洗顔とかそういうことをやるところも見せてまたやっていけたらいいかなって思います。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねとぜひコメントもお待ちしてます。じゃあまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。